皆さんおはようございます出席議員半数以上でありますこれより議事日程第2号により本日の会議を開きます日程1市政一般質問についてこれよりお手元に配布いたしました質問通告表により順次市政一般質問を行います25番逸話清高議員 皆さんおはようございます。市民クラブの椿豊です。それでは質問通告に従い、順次質問しますので、市長関係理事者の簡潔な答弁を求めます。まずはじめに市長の政治性に政治姿勢について2点質問します。1点目は人口減少対策についてです。 長崎市の人口は平成10年の,じ10年の人口は約43万人周辺7町と合併した平成18年の人口は45万2千人でありましたが直近の平成30年では41万6千人でありますこの12年間で約 三万六千人が減少し、一年間で平均で約三千人減少しております。まさに長崎市の人口減少は歯止めがか,かない状況となっております。特に平成二十八年は三千四百三十七人、平成二十九年は五千四百五十七人、 平成30年は人と減少しております。自然動態では平成15年から出生数が死亡者を下回り平成30年では出生数が死亡者数よりも2168人少なくなっていることも大きな要因だと考えております。 また総務省が住民基本台帳に基づく人口動態調査では今年の1月1日現在で提出が転入を上回る社会現で長崎は全国の市や区で一番多2663人が他の都市へ提出されとされていると報道をされています。 そこで三点お尋ねいたします。一点目は人口減少の最大の要因。二点目は今日までの具体的な取り組みとその成果。そして今後の取り組みについてお伺いします。三点目は人口減少による長崎への、長崎市への財政の影響について伺います。二点目は 新たな文化施設の進捗です。平成26年6月議会で、長崎市公開道条例を廃止する条例の審査で、当時の B 社より、現在の市庁舎跡地で文化施設を建設する場合は、平成34年度末の完成、県庁舎跡地で建設する場合は、 当時県、県が想定したスケジュールをもとに、平成30年の工事着手で、工事期間を2、3年と想定し、完成時期を平成30年となんでないかという答弁があっております。このことは、視聴者跡地に建設するよりも、県庁舎跡地に建設する方法が約2年早くできるものでありました。 そこで3点お尋ねいたします。1点目は、先般8月27日に、公開の跡地で新庁舎の寄港式が行われ、完成時期は令和4年8月平成で、平成34年となっていますが、仮に視聴者土地に建設した場合の完成時期についてお伺いします。2点目は、 県庁舎跡地に整備する場合は平成32年の完成時期となっていましたが県は跡地の埋蔵文化財の確認調査を解体後の今年10月から3ヶ月間の予定で移行の範囲や内容を確認し開発前に本格的な発掘が必要と判断するために調査に着手すると報道はされています ホールの完成時期がさらに遅れるのではないかという思っていますが、視聴者跡地より完成時期が遅れても、県庁跡地に整備をするのかお伺いします。三点目は、県庁跡地にホールを整備する費用はいくらと試算しているのか、また、県庁跡地の土地の使用では無償となるのかお伺いします。 次に小中学校の統廃合の利活用について3点質問します。1点目は廃校後の利活用の基本方針についてです。長崎市は消費化に伴い小中学校の学校規模の適正化と適正配置として小中学校の統廃合を行っていますが利活用の基本方針についてお伺いします。2点目は 廃校になった学校の利活用の現状についてです。今日まで廃校になった学校の利活用の現状と、来年度、再来年度に統廃校による廃校となる学校がありますが、今後どのように利活用するのか伺います。3点目は廃校になった学校の備品の活用についてです。廃校になった学校には多くの備品がありますが、 活用はどのようにされているのか、また地域に使用しない備品を対応できないのかお伺いします。次に新 IC カードについて2点質問します。1点目は新 IC カードの導入の市民への周知についてです。現在、長崎市の交通事業者が導入していますスマートカードはカード1枚で 会社が違うバスや電車を利用するときに使用できますが、利用者からは大変好評であります。長崎バスは今年9月16日から NTUST カード、県営バスと長崎電気機動は来年3月頃から二茂化として移行される予定ですが、スマートカードの利用者からは今まではカード一枚でよかったが、 二枚持たらけなくても不便である。そして現在使用しているスマートカードはいつまで使えるかなどの声を多く聞きますが、市民への周知はどのようになっているのかお伺いします。二点目は、障害者、高齢者交通費助成対象者への対応についてです。交通費助成制度は、障害者や高齢者が積極的に外出する機会を作り、 社会活動への参加を促進すると目的として障、障害者や70歳以上の高齢者の皆さんを対象に、年間5000円相当を市の独自の事業として、バス、電車、タクシー等の交通利用券が配布されております。また、障害者の皆さんには、平成24年度からスマートカードへの 積み増しを行っていますが、新 IC カードに移行されると、どのように変わるのかお伺いします。次に、都市計画道路大黒町恵比,恵比寿町線の各市整備の進捗について質問します。この都市計画道路は、平成25年12月に、市長より今後10年間で想定される主な事業として、 十の大型事業のを発表された一つの事業であります。この事業は、長崎駅周辺の交通混雑の解消策として、朝日大橋交差点、丸光パチンコ店前から、長崎中央,中央郵便局の交差点までの区間を拡幅,拡幅しようとする道路でありますが、完成年度は平成30年、令和 年となっておりますが、現在、どのように進捗しているのかお伺いします。最後に、長崎市、野野崎振興公社の運営について伺います。8月26日の、長崎市議会議会運営委員会で、本議会に追加議案として、野野崎炭酸温泉、安倍川軍艦島の施設を、経営悪化により、民会へ売却する議案を、 上呈される予定となっているという報告がありました。それで2点お尋ねいたします。1点目は、長崎市は、野野崎振興公社の運営、経営にどのように関わり、現状を把握していなかったのか伺います。2点目は、野野崎振興公社には、長崎市は、貸付金1億2000万円を返済期限までに 返済返済される見込みがなく、平成27年2月議会において、公社の純資産額2期連続として300万円未満となる恐れがあり、公社の解散の危機として、1億2000万円の金銭再建の放棄をしています。さらに、安倍川軍艦島の施設には、平成26年には約1、約1億円かけて、 温泉移動の作工事を行っていますが、平成27年度以降、施設改修等に投資した費用についてお伺いします。以上で壇上からの質問を終わります。 市長、ありがうございます。市民クラブ一輪清高議員の質問にお答えします。まず一点目の市長の政治姿勢についての（括弧一）人口減少対策についてお答えします。平成30年の10月1日における推計人口は、 41万6419人で長期人口ビジョンの目標を約7600人下回るとともに今年し7月に総務省が発表した平成30年の外国人も含む転出超過数は2663人で全国1位となるなど厳しい状況となっており極めて深刻に受け止めています。長崎市の人口減少は少は子化と 10代後半から20代までの若年層の進学、就職、転職による転出超過が主な要因でしたが過去5年間の日本人の社会動態においては転出者数は毎年ほぼ一定で推移しているものの転入者数については1200人ほど減少しており特に20代から30代の子育て世代を中心に転入が減少していると。 いう状況になっています近年転出超過が拡大している要因については若年者の転出超過が続いていることに加えてこの転入者数の減少によるものと分析をしていますさらに平成30年の移動においては年齢区分では30代の転出超過が拡大していることエリアでは広島県や山口県 九州では熊本県大分県へ転出市場化が拡大しているなどこれまでと異なる傾向が現れていますこのような人口減少が財政を及ぼす影響額を単純に試算しますとまず個人市民税については1人当たり約4万8千円となりますまた地方交付税については人口1人当たり約7万7千円となります従いまして 個人市民税と地方交付税の合計は一人当たり十二万五千円となり、仮に納税義務者が千人減少したとすると年間で約一億二千五百万円の影響が考えられます。そのほか個人市民税以外にも人口の減少が課税対象の減少につながる軽自動車税や市タバコ税などへの影響もあります。人口が急激に減少していくと財政面だけでなく 市民生活をはじめとしてさまざまな影響が生じてくることから人口減少に歯止めをかけるため平成28年3月に策定した長崎市町ひと仕事創生長期人口ビジョン及び第1期の相互戦略では自然動態と社会動態に関する目標を掲げ特定戦略と4つの基本目標からなる基本戦略に基づく施策を推進してきています。 この第1期の総合戦略では人の交流によって経済を活性化する交流の産業化による長崎創生を特定戦略として定めるとともに定住人口の増加につながる雇用の促進や子育て環境の充実などの基本目標と合わせて地方創生と人口減少対策の取り組みを進めてきました。雇用用ののの分野で申し上げますと企企業業業誘致地場企業の採用力の強化創業支援 に取り組んでおり、平成二十九年度までの直近五年間で十五社の企業を誘致し、現時点で一千九百人以上の雇用実績がありますが、平成三十年度以降の立地予定分の十社を含めると、今後さらに約千六百人の雇用が見込まれます。少子化対策については、子どもの医療費助成の対象の拡大などの子育て環境の充実などに取り組んできた結果、合計特殊出生率は 平成27年に1.47と40年ぶりに国の数値を上回り直近の平成29年においても1.50と改善をしています一方で出生数については子育て世代の転出超過の影響などもあり目標としている3300人に対して平成30年は2999人となっていますまた交流の産業化においては 平成30年の観光消費額が約1497億円と過去最高を記録するとともに小売店施設整備南山手地区の洋館を活用した高級ホテルの進出長崎スタジアムシティ構想などの官民連携した取り組みが進んでいますさらに今年から特に若い世代を意識して選ばれる街になることをテーマに掲げ今後4年間で子ども若者住まい 仕事の分野について新しい重点プロジェクトとして取り組むこととしていますがこの重点プロジェクトの成果を上げていくことで人口減少に歯止めをかけることに貢献するものと考えています人口減少対策は何か一つを実施すればよいというような特効薬はなくさまざまな観点からの取り組みを複合的に推進していく必要があります今後とも産学官勤労原資のオール長崎市で取り組むとともに 国や県とも連携しながら若い世代に選ばれる町の実現に向けて最大限の努力をしていきたいと考えています。次に一点目の括弧に新たな文化施設の進捗についてお答えします。新庁舎の建設工事については先月起工式が行われ、令和令和四年八月の完成を目指しているところです。新たな文化施設を現市庁舎土地に整備する場合。 新庁舎への移転後現庁舎の解体と埋蔵文化財調査を経て工事に着手しますが移転・解体・埋蔵文化財調査が順調に進み建設工事に2年程度を要すると想定した場合建物の完成は令和8年度になるのではないかと考えています県庁舎跡地で整備した場合の時間的な優位性については当初の想定よりも小さくなってきているものの 現時点においても現視聴者跡地での整備と比べて早期に完成できると見込んでいますしかしながら県が今年度実施する埋蔵文化財の確認調査の結果次第ではさらなる調査が必要となる可能性も否定できない状況にあります長崎市としては埋蔵文化財についてしっかりとした調査が必要と考えており県に対し新たな文化施設の整備予定場所の地下埋蔵物についての価値判断を求めている状況にありますので 県の埋蔵文化財の確認調査の動向を注視しながら現視聴者跡地で整備した場合の完成時期も念頭に置いた上で新たな文化施設の整備,場所に整備場所についての判断をしていきたいと考えています次に新たな文化施設の整備費用については過去にホールの座席数が1000席程度で旧公会堂と同程度の機能を有する多都市のホールなどを参考に見込んだ 38億2000万円という金額を示した経過がありますが今後基本計画を策定する中でホールの機能や施設などの詳細を検討することになりますのでこの中で具体的な整備費用についてお示ししていきたいと考えていますなお県庁舎跡地において新たな文化施設を整備する場合の県と市の土地利用の考え方については今年6月の県議会において広場 交流おもてなしの空間、文化芸術ホールという3つの主要機能の連携によって相乗効果を発揮させ、今までの長崎になかった新たなにぎわいの場を創出するために、県と市が一体となって取り組む必要があることから、現時点でそれぞれが所有する土地については、相互に無償で使用することとしたい旨の説明がなされ、県議会においてもこの方向で長崎市と協議を進めることについて了承されたとお聞きをしています。 公開堂が廃止されて4年以上が経過し、1日も早いホール完成が望まれていますので、長崎市としては、市民や文化団体の皆さんのさまざまな文化活動の発表の場、あるいは文化芸術鑑賞の場として、質が高く、誰もが使いやすい施設となるよう、新たな文化施設の整備を着実に進めるとともに、その施設をできるだけ早く提供できるよう、努めていきたいと考えています以上本案からの答弁といたします。 議部政策官ご質問の2点目小中学校の統廃合後の利活用についての括弧1廃校後の利活用の基本方針についてお答えいたします事業の見直しや施設の統廃合などで生じた未利用資産につきましてはまず行政機能や都市機能の確保といった行政目的での活用を検討することといたしております行政目的による活用の見込みがない場合につきましては 売却を基本としかしながら、学校跡地は立地条件などによって行政目的での活用が難しく、また民間の利用による市場性が不明なものもございます。そのため、今年度は学校跡地などを対象として、民間事業者のさまざまなアイデアをお聞きするサウンディング型市場調査を実施し、民間による利活用の可能性を明らかにするとともに、 速やかに有効活用の検討を行っていいるところでございます今後も学校の適正配置に伴い増加する学校跡地の利活用が課題となってくると考えておりますがこれらの学校跡地は市民共有の貴重な財産でございますのでさまざまな観点から有効活用を図ってまいります続きまして各校に廃校になった学校の利活用の現状についてお答えいたします平成以降統廃合による並行によって生じた学校跡地は20件ございます このうち、旧都議は小学校跡を諏訪小学校として活用しているものなど、学校統合後の学校用地が7件、私立図書館の用地が1件、校舎を改修し、地区公民館として活用しているものが1件、地元自治会や社会福祉法人に貸し付けているものが6件ございます。その他につきましては、今年度実施しておりますサウンディング型市場調査の対象としているものが3件、売却するため一般競争入札に付しましたが、 売却に至らなかったものが一件ございます今後の活用方針でございますが、将来のまちづくりのため、活用などを含め、まずは行政目的での活用について、前兆的な視点で検討し、その活用見込みがない場合には、必要に応じ、サウンディング型市場調査等を実施するなど、民間のアイデアもいただきながら、売却を基本とした自主財源の確保に努めてまいります。以上でございます教育長 ご質問の2点目、小中学校の統廃合の利活用についての確保3、廃校になった学校の備品の活用についてお答えいたします。使わなくなった物品の取り扱いにつきましては、長崎市会計規則におきまして、効率的な運用を図るため、速やかに管理外の措置を取らなければならないと規定されております。また、管理外ができないときで、使用の見込みがないものは売り払うこととし、売り払うことができないものは廃棄することができる旨、規定されております。 このことから、小中学校の統廃合により、廃校になった学校の備品等につきましては、まずは統合先の学校で活用することとしております。その上で統合先の学校で活用しない備品等につきましては、他の一律小中学校、教育委員会や市長部局等の順に利活用を検討し、活用希望がある学校や所属等で有効活用を図っているところです。 なお、学校や教育委員会等で活用できなかった備品等につきましては、売却または廃棄をすることになりますが、長崎市有財産の交換、譲与、無償貸しけ等に関する条例におきまして、公益上の必要に基づき、他の地方公共団体や自治会などの公共的団体等に、譲与することができる旨、規定されておりますことから、譲与する場合のルール等を整理し、さらなる有効活用が図れるよう検討してまいりたいと考えております。以上でございます。 まちづくり部長ご質問の3点目新 IC カードについての括弧の1新 IC カード導入の市民への周知についてお答えいたします長崎スマートカードは導入から15年以上が経過しシステムの更新時期を迎えたことそれから観光客のサービス向上のため各交通事業者で新カードへの移行が進められております 長崎自動車災害交通では今月16日より n タス t カードという名称の独自のカードが共用開始され長崎県交通局長崎電気機道では令和2年3月頃より全国共通系カードであるにもかが共用される見込みでございます新カード移行の周知は各交通事業者で行われ n タス t カードにつきましては切り替え時期が間近なことからテレビ CM やラッピングバス商業施設へのポスター掲示などが行われにもかにつきましては 供用開始時期が N タス T カードよりも半年程度先であることからホームページでの情報提供や社内での広告掲示程度にとどまっております今後具体的な周知方法を事業者間で協議し展開していくとお聞きしておりますどちらの交通事業者につきましても新カードの供用開始後三ヶ月程度で現在のカードが利用できなくなることから混乱が生じないよう事前の周知の徹底につきまして引き続き各事業者にお願いしてまいりたいと考えております以上でございます 副部長、ご質問の3点目、新 IC カードについての括弧に障害者、高齢者交通費助成対象者への対応についてお答えいたします。交通費助成制度につきましては、議員ご指摘のとおり、障害者や高齢者が積極的に外出するきっかけを作り、社会活動への参加を促進することを目的に障害者や 七十歳以上の高齢者を対象に、年間五千円相当の市独自のバス、電車等の利用券を交付しております。また、障害者におきましては、平成二十四年度からスマートカードの積み増しも実施しているところでございます。 現在のスマートカードは、その老朽化に伴うシステム切り替え等の理由により、長崎バス等は今年9月から N タス T カードとして、県営バスと長崎電気軌道等は来年3月頃からにもかとして、順次新しい IC カードに移行される予定です。交通費助成制度につきましては、この新しい IC カードを導入することにより、運賃支払い時の利便性や、 社内での両替が不要となるなど、安全性のさらなる向上を図るため、導入に向けて双方の事業者と協議を行っているところでございます。しかしながら、それぞれのカードの流通時期が異なるため、市民の普及状況や十分な周知期間等を踏まえて、令和3年度をめどに導入する予定としているところでございます。 長崎市といたしましては、導入にあたり、使い勝手等を女性対象者に判断していただき、いずれかのカードを選択していただくことを想定しております。また、これに合わせて、市独自のバス、電車等の利用権は、社内での利便性や安全性の確保を図るため、並びに事務の効率化や費用の面などから廃止をしたいと考えております。 さらに導入にあたっては、市民向け説明会等の開催等により、十分な周知を図り、また、関係団体の声を十分お聞きしながら、円滑に早期にで導入できるよう取り組んでまいります。以上でございます土木部長。ご質問の4点目、都市計画道路、大黒町恵比す線の各福整備の進捗についてお答えいたします。 都市計画道路大黒町恵比寿町線は交通混雑の解消、長崎駅前交差点の交通負荷の軽減はもとより、長崎駅周辺で進められている各種事業の将来的な交通需要の増大に対応することを目的として、平成25年12月に延長110メートル、福音26.25メートルの都市計画決定を行っております。 都市計画決定の区間は国道202号の朝日大橋東口交差点から長崎中央郵便局前交差点までであり平成26年6月に令和2年度までを受境期間として国から認可を受け電線類地出荷事業と合わせた道路整備事業に着手しております進捗状況でございますがこれまで交通管理者や道路管理者との協議 道路の詳細設計、建物調査などを実施し、平成28年度からは、権利者の方との交渉を進め、事業に対するご理解や事業協力の意向を確認しているところでございます。具体的には、地権者5名のうち、郵便局などの建物規模が大きい2名は、移転先の確保が課題となっており、この協議に時間を要しておりますことから、令和2年度までの完成は厳しい状況にございます。 用地交渉におきましては課題である移転先について具体的な協議を進めているところでございますがこのうち郵便局との交渉は当初長崎支社との協議でありましたがその後、熊本にございます九州を統括する九州支社を経て現在は交渉の進捗をより確実に進めるため東京本社との協議を行っているところでございます。 今後も移転についての具体的な協議を継続して実施するとともに、電線路一週間事業や長崎駅周辺の各種事業との調整も図りながら、円滑な交通処理が図られるよう、精力的に取り組んでまいりたいと考えておりまますす以上でごございい文化観光部長長質問のの崎崎市野間崎新高校舎の運営についてお答えします。 野間崎炭酸温泉荒が軍艦島は旧野間崎町時代の平成13年にオープンし市町村合併に伴い長崎市が引き継いだ宿泊入浴施設でありその運営につきましては平成18年度から指定管理制度を導入し長崎市野間崎振興公社を非公募により指定管理者に指定し管理を行ってきましたあれが軍艦島を取り巻く野間崎振興公社にかかる経緯としましては まず長崎市は平成22年度から1億2000万の5年間無利子貸付を行いましたが返済期限までにこの貸付金が長崎市に返済される見込みがなく平成27年度におきまして一般財団法人の解散自由となります純資産が2年連続して300万円未満となる恐れがあったため平成27年2月市議会におきまして議会の議決をいただきこの金銭債権を放棄いたしました。 野間崎新仰公社においては平成27年に長崎市野茂崎海の健康村経営改善方策を策定しその後あれが軍艦島の利用者および収益の増加策や情報発信の強化に取り組みまた長崎市も平成27年度に温泉かけ流し浴槽の新設や宿泊客室のリニューアル等のハード整備を行った結果平成27年度 年年度はカ連続で黒地経営となりました日帰り入浴者やレストラン利用者数についてもその後も年々増加し続けたものの宿泊施設の経営営業における専門人材の不足といった内的要因や野茂崎亜熱帯植物園の閉園による外的要因等によりまして客単価が高い宿泊者や休憩宴会利用者が減少し平成29年度 30年度決算は赤字となり、令和元年度も赤字決算の見込みとなっております。議員お尋ねの、あれが軍艦島事業にかかります、野間崎新興公社の経営に対する、長崎市の関わりや経営状況の把握につきましては、まず、長崎市は野間崎新興公社の理事会出席により、あれが軍艦島の予算、事業計画や決算、事業報告を受け、経営状況等を把握し、 校舎によるあれが軍艦島の事業運営等についての改善の必要性の指摘や意見を述べるなどの対応を行ってまいりました。また、新興校舎からの毎月の実績報告提出や、年1回の指定管理モニタリング等によりまして、施設管理や利用状況等について把握してまいりました。そのような中、宿泊,者宿泊客等の減少によりまして、収支状況が悪化してきた平成29年度。 平成30年度中におきまして、長崎市として、野間崎新興公社に対して、平成27年策定の経営,策経営改善方策に基づき、公社における広報宣伝や営業活動の充実、専門人材の登用等について、働きかけを行うとともに、長崎市公式観光サイト、アット長崎のトップページに、あれが軍艦自慢を掲載し、個人観光客を中心とした 施設への集客を図ったほか、校舎の要望を踏まえまして、三和地区の交通要所に施設への道路誘導サインを新たに設置するなどの取り組みを行いましたまた、文化観光部におきましても、忘年会シーズンや人事異動の時期において、市役所内での宴会利用の呼びかけや、間奏芸会での利用等によりまして、施設の利用促進の取り組みを行ってまいりました しかしながら、結果といたしまして、あれが軍艦島の経営状況の改善には至っておりません。これは平成29年度以降、あれが軍艦島の契約化が生じてきた際に、校舎と一体となった専門人材の確保の努力や、誘客対策の徹底、野間崎新校校舎のキャッシュフローや、収支状況の早期把握等の面において、対応が不足していたものと考えております。 また本件に関しましては市議会の皆様への時期を終えた説明が不足しておりましたこれらの点につきましてこの場をお借りいたしましてお詫び申し上げます次に平成27年度以降のあれが軍艦島の施設改修等の状況でございますが平成27年度に掛け流し浴槽の新設等の温泉設備の改修工事や客室のリニューアルなど総額 約4374万円の施設改修を行ったほか、平成28年度には屋根改修工事など総額約8417万円、平成29年度では温泉施設用空調機修理など総額約4223万円、平成30年度には温泉用ポンプ改修などで約4548万円の経費をかけております。平成27年度以降の施設改修等の費用は合計で、 約2億1562万円となっております。以上でございます。25番一沢久高議員、あのただいまあの質問に答弁をいただきましたので再質問させていただきます。あの再質問は順不動となっておりますし残り時間約23分でありますから答弁については簡潔にまずもってお願いします。あの。 まず新 IC カードについて質問します市民への周知ということで質問しそしたら担当の方から事業所任せなんですねこれ周知というのは事業者というのは当然自分たちの事業でありますからそういう周知はします皆さんはバスとか電車とかそういうのですよ公共施設と公共の交通機関としていつも言うのが 市民の足なんでですよって言うでしょなぜ市として市民の皆さんは9月が16日から新 IC カードになってどういうふうになるんだということを全然理解してないんですよそして9月の広報長崎でも得意なやつで載せるのかなと思っても載ってません多分9月16日以降市の方に今までのカードは使われるんですか どういうふうになったんですかそういう問い合わせがあると思いますよ。やはり皆さんは、こういう今まで利便性が、カード一番で良かったですが、利便性が良かった。しかし、事業者の都合,都合により、こういうふうになったわけですから、当然、まつづくりはいろんな調整をした結果として、こういうになっていくのは理解します。そういう意味で、広報として、やはりやらなければいけないと思っています。多分、まつづくりは、 そういう事業者との関係ですから、そこまでもなかなか、あの、できないと思います。8月1日に、諸広報部ってできたでしょそこで、やはり、自治会の方に、自治会のお願いしてから、事業所が出している、あれじゃダメなんですよ、やっぱ。わかりやすく、市民の人が見てすぐわかりやすいような Q& 方式を作ってから、 自治会で会談してもらいんでしょうか、そのことが自治会の会員の方が全部が見るか分かりませんけど、それが一つの方法なんですよ。そしてもう一つなのが、長崎市にはコールセンターがありますよね。コールセンターの電話を受けている方が、果たして市民の方にそういう質問をされてから答え切るんですか、多分待ちづくりに分かりませんから、電話回すんでしょ。 そうじゃなくして、コー演センターを有効に活用しなければいけないんです、やっぱり。そういうことで、新しく部長になった市長広報部として、どのようなことを含めて、私から言われた問い合わに対して取り組みをするのか、まずもってお伺いします市長広報部長。再質問にお答えいたします。 あの議員おっしゃるとおり、市民の方の混乱を招くのはよろしくないと思いまして、私たちとし,てはしましても、そのカードの全容が分かりましたら、そのことをあの事業者と相談しながら、広報をしっかりしていこうと思います。コールセンターに関しましても、FAQ を作りまして、答えられるべきのところは答えさせていただきたいと思います。以上でですす25番逸清高議員長崎政9月16日なんですよ あと10日なんですよ私はてっきり9月号のそういうとに出てくるのかなんて、なもないんじゃないですか。やはり広報部の仕事というのは、市民の皆さんに行事をですね伝えるだけじゃだめなんですよ。やっぱり市民の皆さんが、かなりの方がカードを持っていて、例えば部長がですよ、市民の方の何割ぐらいの方が理解してると思うんですか。 やはりそういうのについてはですね、ここの場でやりますと言わんですか、もそしたら10月とか、そういう中で、例えば自,自治会の方に、こういうことで時期は遅れましたけど、こういうことで町内の方に回していただけないでしょうかという,う、そういうお願いをすれば、決して自治会長さんは拒みません。私も拒む気ありません。そういうことを含めて、 やるかやらないかはっきり言ってくださいよやら,なやらなければ結構です <laughs> 市長広報部長はい再質問にお答えいたしますあの事業者の行うことですのでメリットデメリットというのがありますそのところをですねしっかり私たちも知りまして市民の皆さんに広報手段としてしっかり伝えていきたいと思いますやります失礼します実は清高議員 確かにですね、事業者の、あの、事業者がそれで内容が違いますから、片側の事業者に有利になったと言っていけませんから、そこについては、作った後に、案を作った後に、事業者の方に見ていただいて、これでいいんですかその確認を取ってからですね、ぜひともやってください。それで、あの、障害者と高齢者の交通費の事情の関係、わかりました。特に高齢者の関係については、地域のを含めて説明会をやっていこう。 そして、障害者の関係についてはですね、要望になりますけど、いろんな形の中で、今のカードというのは、もう喜ぶんですよ。そういう意味で、今後、選択肢になるということで、事情はわかりますから、そのことを、いろんな障害者団体がありますから、そこの方に連携を取って、強くですね、そこを含めて連携を取っていただきたいということを思っています。次に、ね、あの、 先ほど教育長から答弁にあったあの学校の備品の関係ですあの。いろんなルールを使わなければいけないということであ,のあろうかと思います。やはりあの学校がですよ昔と比べてどん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 ん少なくなっていて確かに備品も老朽化していると思います。しかしながら使える備品については庁舎で使うのが基本だと思っていますけど地域の皆さんもかなりいろんな団体の中で 備品がないだろうかという、そういうことが要望がありますから、このことを含めてです、ね、早急にルールを作っていただいて、自治会とか、いろんな公共団体からそういう要望があったらですね、対応をお願いをしたいということを思っています。次にあの、野崎の新興公社についてお伺いします。先ほどの答弁では、平成27年度、28年度は、温泉のかけ流し、温泉の新設とか、 そういうい浴室のリニューアルのハード面を整備したことによって2か年間黒字だったという報告がありました29年30年度についてはいろんな宿泊施設の営業実績を含めてあの厳しいという状況の中で2年間赤字でそして今年度令和元年度も赤字の見込みだということであの答弁があっております。私も ちょうど27年のときですね、その環境経済界会にいました、そのときに金銭債権の放棄をしたんですね、まさにそのときの議論というのは、やはり野間崎町の活性化とか、やっぱり野間崎の後者の方にしていただければ、やはり野間崎町が疲えするんじゃないのか、そういうことで、 あえて皆さん方から出された指定管理者は非公務でした、内容は。その時の議論というのは、委員,の委員会の中で出たのは、やはりこういう状況,状況だけど、やはり思い切って公務にしたらどうか、そして一層のことを売却したらどうかという、そういう意見も出たのは事実であります。 そして先ほどの答弁の中では、債券の1億2000万、そして温泉移動の約1億円、そして27年度から30年度のこの4年間で2億2000万円、4億4000万円投資をしております。なぜ29年度に赤字が出たときに、そういう厳しいチェック体制ができなかったのか、このことについてはですね、 やはり行政が悪いところもあると思いますよ。あえて聞く予定でありましたけど、残り時間もありますから、詳しくはここは聞きません。やはり、その中にあるのが、私自身、5月の多分下旬ごろ、校舎の方から、市の方に、こういう状況ですということで、報告があったと思います。 私は5月1日まで議長しておりましたけど、そのことは一切知りませんでした。当然、知らのば当たり前です。24日あったにし下旬にしてでも、やはりもっと前の段階で、こういう状況というのは分かってたはずですよ。なぜならば、公共施設の関係で、あれが軍艦島の施設については、指定管理か、民間売却も含めて、 検討していこうということで、記載してるじゃないですか。記載をしてるというのは、そういう予兆があったからしてるんです、やっぱ。そういう意味で、皆さんは、なぜ5月下旬にそういう報告があって、6月議会は通常で遅く6月24日からあったんですよ。約1ヶ月間の中に、中で、なぜ議会の方にこういう状況だということで、議会もあったんですよ。 環境経済委員会の例えば所管事項の中で、報告するとか、対応についてはまだだけど、こういう状況です、そのことをするべきじゃなかったんですか、これについて答弁をお願いします。文化観光部長。再質問にお答えいたします。5月下旬に先ほど、逸馬議員がおっしゃったとおり、校舎の方から、年内にあれが軍艦島の運転資金、これが不足する恐れがあると、一報が入りました。 え、たちに運営資金の状況と内容を確認するため、校舎へのヒアリング、そして、帳簿等の確認や今後の収支見込みの額の試算、それから精査を行ったところでございますけれども、今後の収支見込みの算出、これに困難を極めまして、7月中旬頃まで精査の期間をしたところでございます。その結果、あるが軍艦島事業の資金不足によりまして、本年度中に校舎自体の資金がショートしてしまうというふうな状況を把握しました。 あれが軍艦島事業のみならず、校舎の他の事業についても、実施が不可能になるというふうな可能性があるというふうなことから、町内において会議を開催したところでございます。1回目は7月17日に開催いたたししました その会議においては、まだ成立すべき課題が多いというふうな状況のところで、再度8月7日に都市経営会議を開催し、あれが軍艦島の廃止及び民間移常、そして校舎への財政支援の方策について決定したという流れでございます。そのような中で、このあれが軍艦島の廃止、民間移常、そして校舎への 財政支援の方向性についての市の意思決定が8月というふうなところに及んだことから、当時、本件について市議会6月定例会において、事前にご説明するというふうな判断には、私どもは至らなかったというふうな状況でございます。しかしながら、6月議会環境経済委員会の所管事項におきましては、このあれが軍艦島施設の指定管理のモニタリングの資料を私どもは提出しております。 えそういった際にやはり詳しくモニタリングの状況施設の利用収支状況等を説明し併せてその時点でのあれが軍艦島の今後の運営について検討状況をご説明すべきだったと考えております以上でございます25番伊逸脇田高議員議会に対して6月議会でモニタリングの中で報告があって詳しくは報告しなかったという答弁ですけど モニタリングというのはうですよ、環境経済委員会にいくつあるんですか。その項目の中で、あれが軍艦島はこういう状況です。それだけなんでしょう。私が言ってるのは、あれが軍艦島は、再建放棄した施設なんですよ。ですから、例えば、あえて所管でじゃなくてでも、モニタリングの中で、 この軍艦島の現状についてこうなんですよということや、やっぱり質問するべきなんですよ。私はそう思いますよ。今まで長崎市か議会に対していろんな条例とか補正予算も含めて上程をされました。されております。その中で議案の否決されたときに何が原因だったのか、 歴代の議長さんからも言われたでしょうこうして議案が否決をされたのは議会への説明不足、そして市民への説明不足によって、まさにあなたたちが一方的に物事を進めようとするからとし議会としても理解できない。そして否決をされてるんですよ、今まで。 議会が闇雲に引き継承してるんじゃないんですよ。それで、やはりここを大事にしなければいけないのは、私はいつも思うのは、議会は理事者をいじめようとは一切思ってません。提案されたやつを、それが100点じゃなくして、それにいろんなことを付け加えてから、そのことによって、 市民の皆さんが理解していただく、そして市民の皆さんのサービスを充実させる、これがやっぱり行政と議会の充実じゃないんですか。そ,りそして、今回、公補の財政支援の方向性が出されたということに聞いておりますけど、8月の中で、庁舎の会議の中で、 この関係について、中身について、あの、簡単でも結構ですか分かりやすく説明してください文化観光部長。え <laughs> 再質問にお答えいたします。え、あれが軍艦島に対するですね、この公益性、それから公共性を有しているというふうなところもございます。そういった中で校舎に対しましまて あれが軍艦島事業の廃止それに伴います事業収支の赤字分を含む生産それから消味産の確保に必要な財源支援そういったものを行いたいというふうに考えております以上でございます25番逸羽清高議員この金額というとは想,想定というかは今の段階で報告できますか文化観光部長 再質問にお答えいたしますその金額につきましては、現在、作業中でございまして、最終的な確定にまた至っておりません。以上でございます。25番、伊沢清高議員。あの今、野崎公社の関係、ずっと言いましたけど、付帯決議がついているわけなんですね。このことを含めて、あなたたちは無視してやろうという方向なんでしょうけど、 議会の何も質問しあの説明なくして、そういうことを含めて考えているようですけど、あの多分来週あたりの議会面会で上提されようかと思うんですけど、上提されますか。文化観光部長。再質問にお答えいたします。8月26日の、 議会運営会におきまして、追加不議予定の議案についてというふうな中で、あれが軍艦島を売却して、宿泊業などのノウハウを有する民間事業者への運営を管することによりまして、地域の経済活性化等を促進するというふうな意味で、公の施設としてのあれが軍艦島を発出する、まあ、そういった条例で、それからあれが軍艦島にかかる事業収支の赤字分などに対する、公社への財政支援を行いたいこと、 そしてこの件については、地元説明を行った上えで、関係議案を付議追加、付議させていただきたいというふうな旨のご説明をさせていただいております。 その後、8月29日に野村区地区の皆様に対しまして、説明会を開催し、市の見解を示させていただき、民間以上という方向性と、校舎への支援等についてご理解を得ることができました、そういった背景から施設のそういった廃止条例、それから補正予算につきまして、不議の準備を進めさせていただいているところでございます。以上でございます25番 あの議案、上程については皆さんができるわけですからそ、それはそれで結構です。あとは委員会の方で審査などかと思います。市長にお伺いします。26日の議会運営委員会後の午後から記者会見やってますよね。で、その中で。その会見の中で、あれが軍艦島について、民間に運営を任した方が賑わいをもたる施設となるということで、土地と建物を売却。 民間に売却方針を表明されておりますけど、私はその記事しか見てませんから分かりませんけど、あの,あの文章を見て、私はがっかりしましたよ。4年前、債権放棄をするときも、いろんなことを議論された上で、言葉は悪いですけど、無責任ですよ。議会があれだけ審査をした上で決めて、 そのことが中身についてですね、議論したわけですけど、ただ単純に、そうしたら返り入えるならば、もうあの時売却したとっよかった、そういう思いになりました、それについて市長、このことについてどう思うのかお伺いします市長、伊勢<長>の再質問にお答えいたします。8月26日のの午後に行われた定例記者会見の お前。 に先立つ午前中の議会運営委員会で、市の方で方針を説明させていただいて、追加議案の準備を進めていると、上徹させていただきたいというお話をさせていただきました。そのことを踏まえて、午後の記者会見で議会運営委員会に出席されていたマスコミの方から、その背景等についてご質問があって、それにお答えしたという記事が、翌日掲載されたという経緯ですけれども、その中で、まあ、あの説明した 内容の一部が切り取られた形でまあ,あの当然あの記事はそうなりますので全文載せることはできませんのでそういう中で民間以上のお話をされていただきましたまたその時の説明ではですねこれまで様々な取り組みを重ねてきたそしてその中でこの民間以上というのは以前から議論があったあの一つの方法ではあるけれども今様々な取り組みを進めてくる中で赤字が続くということを状況それから今後のことを 考えたときに民間移情する時期に来ているのではないかというようなお話もさせていただきましたそういう意味ではあの民間移情すればいつでもいいというようなお話ではなくてこれまでのさまざまな経過議会の皆さんとの議論も踏まえた中で候補者にお願いするのが地域との結びつきの面からも望ましいのではないかということで最大限努力を重ねてきた中で今この状況になっているということでこれを踏まえるとやはり今後に向けてはそういうい民間以上の方向が望ましいのではないかという,うお話 されていただきました、まあ。そういった内容ですので、あの記事の背景について、ぜひご理解をいただきたいというふうに思います。以上です。二十五番、伊沢清高議員。あの野武崎の関係はもう、とにかく委員会の審査にお迎えします。分解施設の進捗についてお伺いします。あの平成二十六年の九月議会の中で、先ほどとあの壇上で言いましたように。公会堂の廃止上でということでしました。で、その時に、県庁跡地に決まったのは大きく二つあります。 市役所跡地よりも県庁跡地の方が約2年間早く完成できる。してもう一つあるのが県の方が文化ホール機能を持ったやつを作ろうという計画でありましたから長崎市の市庁跡地に建てた場合同じホール機能ですから市民の皆さんは同じ税金なんですね。ですからそういう税金の無駄遣いを省く、したらいけないということで県庁跡地に決めた経緯があります。私は この2年間がですね、もう今ほとんどで変わらんと思いますよ。そして今、県庁は土地の移行の関係を彫り込みしておりますけど、そういう関係を見たときに、私は逆に見たときに、視聴者で建てた方がもっと早くできると思います。そういう意味で今後、建設をする中で、当然、建物については基本構想が必要です。そして基本計画、基本設計、詳細設計、工事ということになりますけど、基本構想については、 ここで建てるにしてでも、市役所跡地、県庁跡地で建てるにしてでも、基本構成はできますけど、基本計画というのは、場所が決まらないと計画はできないんですよ。まず場所を決めなければならない。そうなったときに、当然、その来年の予算、あの、新年の予算になるかわかりませんけど、そういう予算を決定するときにコンサル出さないといけないわけですから、そこのリミットというのは、 いつ,いつっていうこと、いつまでぐらいだったら間に合うという思ってんですか企画財政部政策官、えー。再質問にお答えいたします。 県庁舎跡地で整備した場合の時間的な優位性については、当初の想定よりも小さくなってはきているものの、現時点においても、現市庁舎跡地での整備と比べて早期に完成できると見込んでおります。長崎市としましては、今後、県による埋蔵文化財の確認調査の動向を注視しながら、現市庁舎跡地で整備した場合の完成時期も念頭に置き、整備場所について判断してまいりたいと考えております。清高議員あなたちはか やはり文化団体の人から、ですね委員会の中で相当責められました、一日も早く作ってください、多分そういう気持ちは変わらないと思ってますから、こういう時期含めて、分かった時点でですね皆さんに報告できるような体制を含めてお願いしまます最後人口減少は一緒になっってて頑張っていきましょう以上で質問を終わります。